清イ諸島の戦いは、1974年1月に清イ諸島の領有権をめぐって中華人民共和国とベトナム共和国が交戦した武力衝突である。開戦により中国艦隊が南ベトナム軍艦一隻を撃沈し、南ベトナムが支配していた当初に部隊を上陸させて占領した。別名として英楽紛争、あるいは 海戦部分のみを取り上げて、精査海戦とも呼ぶ。中国側の故障は、精査軍島自衛反撃作戦。精査諸島も、山椒南シナ海上の精査諸島は、第一次インドシナ戦争後、中華人民共和国と南ベトナムが領有権を主張して、領土問題を生じていた。中国が精査諸島の東部を、 ベトナム共和国がサンゴ島島島の西部を実行支配していた。1971年には中国軍がセー諸島に艦隊を派遣し多数の施設の建築を行って軍事的緊張が高まったことがあった。1974年当時の南ベトナムはベトナム戦争末期の追い詰められた状況にあった。前年のパリ協定に基づきアメリカ軍は南ベトナムから 全面撤退し、わずかな軍事顧問が残る程度になっていた。南ベトナム海軍は、アメリカから供与された旧式艦を主体とし、護衛駆逐艦など、比較的に大型の艦艇は保有していたが、実戦経験は乏しく、連度も高いとは言い難かった。対する中国側も、文化大革命の混乱期ではあったものの、海軍の近代化が進みつつあった。中国海軍の主力艦艇は、 ソビエト連邦から供与された駆逐艦や潜水艦であったが、1960年代後半から、上海型小海底などの小型艦艇の国産化を実現していた。うち、星佐諸島を担当する部隊は、不可思考士に司令部を置く南海艦隊であった。また、星佐諸島は、ベトナム本土よりも中国本土に近く、中国側航空部隊の作戦圏内に収まっていた。 1974年1月11日、中国政府は、聖佐諸島が、自国領土であることを、改めて主張する声明を発表した。この発表の意図は、前年9月に、南ベトナム政府が、同じく、中国と係争中の南佐諸島について、封都衣装へ編入する旨を発表したことに応じて、対抗措置を講じることにあった。従来からの中国政府の主張を確認するものでは、 あったが、当初そのものだけでなく、周辺海域の支配権にまで言及した点で、新しく大陸法資源を確保しようという戦略的な狙いが明らかにされていた。1月15日、南ベトナム海軍の紹介艦、リ・トン・キエトが、星佐諸島を紹介に訪れた。すると、英楽軍島の幹線島に中国国旗が形容されており、沖に、 中国の大型漁船402号と407号が停泊しているのを発見した。リトンキエとは中国漁船に退去を命じ、陸上の中国国旗を狙って威嚇射撃を行った。1月17日、中国と南ベトナム双方は増援部隊を現地に派遣した。南ベトナム軍は護衛駆逐艦チェン、チン・ユーと紹介艦、チェンピンチョンに不評を乗せて派遣。 感戦島と近銀島に展開させた。中国軍も、ニレ林基地第38000に部隊副司令員の儀、なる森を指揮官として、第73区選定大隊の海南型区選定271号、274号に、不評1個招待ずつを乗せて送り、広島、新港島、黄金島を占領、他にも、艦艇や航空機を出動させた。一月十八日、 南ベトナムは、小海艇ヌータオオズを走、永楽島付近を警戒させた。中国側は、第74区選艇大隊の区二百281号、282号と、輸送任務の総海艇389号、396号を、加えて、区選艇4隻、総海艇2隻の体制となっていた。中国側漁船隻も依然として、周辺海域に留まっており、 南ベトナム艦艇,艇と体当たりを繰り返していた。南ベトナム艦チェン、ジンユ友の前身のアメリカ艦、ホスター。南ベトナム艦、チェンピン、チョンの前身のアメリカ艦、キャスル・ロック。1974年1月19日午前7時40分、南ベトナム軍40人が黄金島に上陸を開始し、同等の中国軍と銃撃戦となった。 第73苦戦艇大隊と総海底2隻の中国艦隊も駆けつけ、午前8時頃から両軍艦艇がお互いに震度妨害や体当たりを始めた。午前10時22分、南ベトナム艦隊が発砲し、ついに本格的な交戦状態となった。南ベトナム艦隊は、チェン・チン・ユーとチェン・ピン・チョンが隊列を組み、他の二艦はバラバラで行動した。 ヌータオと中国側総海底2隻は激しい接近戦となり、ヌータオと中国総海底389号がいずれも浸水、炎上した。1時間足らずの交戦で南ベトナム艦隊は次々と損傷し、バラバラに戦場離脱を図った。中国側は12時過ぎに第74、苦戦艇大隊の2隻も増援として到着し、ベトナム艦を追撃した。 低速のヌータオは逃げ切れず、有速な中国艦隊の集中攻撃を浴び午後2、午後1時30分、英楽島に3個不評中隊、1個偵察中隊の中国軍部隊が上陸して占領した。この際、中国艦隊とベトナム艦、キーリンの間でも交戦があった。翌1月20日には、金銀島など3島にも中国軍が上陸し、航空機の援護の下で占領した。 地上戦で南ベトナム軍は約100人が死傷した。この戦いは中国軍の勝利に終わった。南ベトナム軍は小海艇ヌータオが撃沈され、小海艦リトンキエトが大破したほか、残る2隻も損傷した。人的損害も多数の死傷者が出たほか、49人が捕虜となり、うち1人はアメリカ人の軍事顧問だった。中国軍は総海艇。 389号が大破したほか、苦戦艇274号も損傷した。人的損害は中国側によると戦死18人、負傷者67人であった。中国海軍の勝因は、速力や武装、特に近接戦に有利な速射砲の数において中国艦が勝っていたことにある。ベトナム艦は船体こそ大型でも速力が遅くて、 武装も大口径砲を昇水しかなく、より小型の中国間に圧倒される結果となった。また、戦術面でも、ベトナム側は、速力のばらつきが大きいためもあって、人形を組んでおらず、しかも不利な接近戦を自ら挑むなど問題点が目立った。政策諸島から南ベトナムの勢力は追い払われ、完全に中国の実効支配下に置かれることになった。 中国軍は栄光島に4階建ての建物やヘリポートを整備し、戦車部隊やミサイル艇を駐留させるなど要塞化を進めた。ベトナム戦争終結後、ベトナム統一を遂げたベトナム社会主義共和国政府は中国に対して、政策諸島の領有権を主張して外交交渉を求めたが、中国政府は応じていない。年にはメートル級の 本格的な滑走路を有する飛行場まで完成させ、南シナ海支配の戦略拠点としている。同年、中国軍はベトナム支配下にある南沙諸島にも進攻すると、ベトナム軍を撃破し勢力下に置いた。ありがとうございます。